遠隔自動操縦型だ。あのスタンドは遠隔自動操縦型。そこで太陽が完全に沈む前に奴を何か移動できるものの影に誘い入れて。今度な、何？僕のエコーズアクト3の能力は物やスタンドを重くする能力。ダメだ。スタンドが受けたダメージはそのまま本体に跳ね返る。なんだ、火が。やった、影が取り除かれた。ダメ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 。とはいえ組織に入団できるのだろうか。困った。今増えるって言ったのか。矢を持ってたポルポのスタンドは見ての通りやっつけたぞ。奴は戦いがあったこと自体気づいてないさ。なんだって。これはお願いだ。敵は一人じゃない、組織なんだ。特注のピッツァの差し入れがあってね。ジョルノジョルノ・ジョバーナで。これから私は神の教えと矛盾することを話すかもしれない。争いは実にくだらん、バカのすることだ。合格だ。ああいう若くて何も知らん奴は利用できる。奴とまた会っただと。すみません、丈太郎さん。でも僕思うんです。ありがとうございます。じゃあまた。正義の心がまるで自分のエネルギーだとでも言わんばかりのあの3人を。さあ観光にでも行こっかな。侮辱するという行為に対しては殺人も許されるだって。パッショーネはかなりでかいギャング組織だ。そしてその全ての頂点にいるのがボスだ。ボスは信頼する右腕の部下としか連絡を取らず。だからジョルノ、お前や俺が謎のボスに近づくには認められなくてはならないんだ。獄囚のポルポ死亡の情報はパッショーネ幹部の間を駆け巡った。今さっき聞いた情報なんだがよ、幹部連中が騒いでる。自分の拳銃を口にくわえてドバッとやったんだってよ。自分の財産を少しばかし宝石とか金塊に変えてどっかに隠したって噂なんだ。もしそんだけの金がありゃモナコとか日本に女囲って。誰かにやらせたはずだ。口の堅い誰かに。はっ、おい、ざっけんろ。なんか今日は乗り気じゃないんだよ。お待たせしました、いちごケーキになります。6×5 は6×5、3。この俺に死ねっつうのか。またですかミスター。もちろん後でその猫は殴り殺されたがね。だからそんなの迷信ですよ。終わったよフーガー。どうん、できたの。どれどれ。ああ、おばっきよ、そのケーキ残すの、食うの。なんだと。昨日話した新しい仲間を連れてきた。紹介しよう、ジョルノ・ジョバーナだ。一生懸命勉強するよ。だからまた教えてくれ。おいお前ら。ジョルノ君だっけ。立ってるのもなんだから座んなよ。どうされました。聞いてほしいことがあるんだよ。表で話できるかい。お前は俺がわざわざついでやったそれをいただきますって言ったんだぜ。嘘だろ。おい、お前ら何を。カップの中の液体は歯を1本、体質の 98% を水分で。決断するなら今だ。お前らふざけてないで出かけるぞ。ブチャラティ、彼女は私の親友なんだけど、でも最近何か不安でしょうがない。誰が売らしてるんだろうね。出かけるってクルージングかよ、すげえじゃん。どうぞどうぞ、泊まっている船どれでも好きなのをお使いください。お前さ、確か飲み物買ってたよな。1本売ってくんない。いいだろう、陸も遠くなったしな。ポルポは死んで当然のことをやってた幹部だからな。すげえ。やはり彼は上に行く男だ。
金を確保するまで絶対に知られるわけにはいかないからな。ナナンちゃんのやつ、あいつどこ行ったんです？お前ら見えなかったのか？